はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。佐藤有望です。今回はですね、一人ジャズなんですけれども、ガットギターで一曲やってみたいと思います。なかなかこのね、ガットギター、クラシックギターとも言いますね。ガット弦が張ってあるからガットギターとも言うんですけど、らしいですけど、今日の曲はですね、私の大好きなギタリストの、PM さん、 PM さんでわかるかな、の曲をですね、お送りしたいと思います。さてどうなることやら、まあ、バンドでやるにはなかなか楽しい曲なんですけどもね、セッションとか一人でこれ全部弾くっていうのね、結構意外と、難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあいろんなところで、まあ間違いというかね、そんなことはないと思うんだけど、間違いというよりもその、うまくこう音が出ないなんていうことがガットギターはよくありがちなんですけど、今回もまた指で弾いてますんで、そんなところでですね、まあ見てくださいな、一応ね、そんな感じで、ぜひね、面白いなと思った方はチャンネル登録などしてくれると、また今後、いろんな曲をやっていけると思うんですけども、やる気なくなっちゃうとね、やめちゃうのでなるべく見てくださるとちょっと励みになります。ハゲじゃないよ、励みになります。というわけで、今後ともよろしくお願いいたします。ではね、またよ、すぐよ、すぐ、またすぐやるよ。よろしくね。